どうも、庶民ゴルファーのハチです。今回は岐阜県恵那市にあるアドニスゴルフクラブに行ってきました。僕はね、ここ初めてお邪魔したんですが、コース設計はなんとあのアーノルド・パーマーと、パーマーコースデザインカンパニー設計によって作られたコースのようで、回った感想としてはなかなか難しかったです。この日はね、ゆかり姉と、やっちゃんと3人でのラウンドでしたが、ゴルフ初心者のやっちゃんには相当難しかったと思いました。あとね、梅雨時期だったので、雨が心配でしたが、天気にも恵まれて、3人でエンジョイゴルフができたので良かったです。ということでね、早速振り返っていってみましょう。こすったけど全然ね。オッケーオッケー。そこにいるね。やべえ、出てきたね。お願いします。オッケー、いいじゃん。あー、とりあえずクラブ変える？いい？もう一回やな。もう一回やな。落ち着いて、顔めっちゃ上がっとったよ今。うん、そうだね。オッケーオッケー、前に行っとる。今3打目、次が4打目だね。4打目だよ。うん、自分でいつも言ってない。悲しい2打目やったね。いいね。ナイス。オッケー、結果オーライやね。オッケー。はい、ナイス。うん、ナイスショー。おー、筋いってる。あ、ちょっと左巻いたけど、ナイスオン。距離ぴったりだね。すごい、今のは。
ないですね。うん。また？落ちない。オッケー、ナイスショー。いいじゃん、これ乗ったんじゃない？おー、でっかい。おこら、ドライバー打たんでよかったやん。もう、いやもうあれなしでいい。なしなし。よいか。まっすぐですね。オッケー、行きましょう。いいね。うん、バンカー。越えろ。あー、いやー、うん、ましょう。きれいにバンカーいいんじゃないこれ。おー、越えた越えた。オッケーオッケー。おい、ナイス。あら、オッケー。ということで、アドニスゴルフクラブアウトコースの1、2、3番ホールのラウンド模様でした。
前日がね大雨だったせいで、フェアウェイもびっしょり濡れていたのでボールをね綺麗に打つのも一苦労しておりますが、まあいつものドタバタゴルフは健在ですね。アウトコースの、中盤戦は次回の動画でお届けしたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。ではでは。